京喜び宮は中国先生省のこと、長安において、東大に作られた宮殿。東の幻想の時代に政務が行われたことで知られる。現在は建築物はなくなっており、礎石が一部残るだけである。跡地に京喜び宮公園ができており、安倍中丸の記念碑などがある。安倍中丸の記念碑長安の東端にある高いおに位置し、 当の英宗が巫女であった五人の息子に賜った邸宅が元となった。当時、皇太子であった李隆樹も他の四人と共に住んでいた。元宗が皇帝となった後、高吉坊は京喜び坊と改められ、七百十四年、亡命にちなんで一坊べてを京喜び宮とする。その後、数字にわたる工事が行われ、七百二十年、宮城の南西部に突き出す形で、 金生無本牢と花学賞、輝き牢が建造されている。728年正月に元奏は京喜び宮で政務を行うようになった。京喜び宮は北にある大極宮、大民宮と区別するため、南内と呼ばれた。南北 1.3km、東西 1.1km あり、北側が宮殿、南側が庭園となっていた。南には、 流地という湖が存在し、船を浮かべることもあった。732年には、京喜び宮都長安の東南隅にある、極小池の付近にある離宮、扶養園、北部にある大明宮へとつなぐ、皇帝専用の通路である、京城が完成している。京城は、二重城壁で挟まれた通路であり、住民たちに知られることなく、皇帝たちが移動するためのものであった。 京喜び宮の聖門は中国の宮殿には珍しく西側にあり京慶門といったそのうちにあった京慶宮西北部にある京慶殿が聖殿となったその南が大道殿であり横に首郎と古老が立ち老子の像が祀られていたまた竜地の近くには人工期で作られた人工庭があった金聖無本牢と花学賞輝き牢は 直接、王子に接するように作られた高層建築物であった。竜地には、運気が漂い、王領が現れ、幻宗が皇帝に即位する前兆となったという伝承があり、南側に竜を祀る竜道や五竜団があった。また、東北側に人工帝があり、ボタンの名所で知られ、幻宗とヤギヒが花見を行ったこと、李白がこれを題材に詩を歌い、それを リカメネンが歌にしたというエピソードで知られる。近くの金花落ちに A 氏の頓所があったと伝えられる。大道伝は古道元と李オモーの山水画が描かれたことで知られる。花学章、輝き老は、京喜びぐるの西側にある、勝行坊に住む、兄のネヨウ、リケ弟の節王、李行、西北の安京坊に住む、兄の猿ル王、李、弟のキを リハンと親しむために作られた。玄奏は彼らを呼び、陥落と親愛を示すと同時に、彼らの同静を調べて優楽に溺れているのを知り、喜んでいたと伝えられる。金生無本能は、玄奏を生務を行う中心的な場となり、重大な儀式を行う場ともなった。玄奏の誕生日である8月5日には、千秋節が行われ、進化や民衆に酒や肉が振る舞われ、直接、 接する春明門大外では、様々な見せ物が開かれ、多くの見物人で賑わった。この時のエピソードとして、救助の英心の説話が知られる。また、百匹に、舞馬が酒きを口に加えて、配布するという催しも行われた。安氏の乱語は、急速に衰え、皇帝の来訪も稀となり、留置も秋夜に高知となっている。ありがとうございます。